どうも、PDR さんです。やってまいりました。PDR さんの YouTube ニュースまとめ。一つ一つについて動画作るのがめんどくさいから。前のまとめから3週間ぐらい経ってるから結構ニュース溜まってるよね。うん。いいニュースってあるプッですよね。では、ニュースに入りましょう。でもその前にぜひ、高評価お願いします。 DJ 社長、全身整形手術で別人宣言。ああ。そうっすか。それだけ本人がそうしたいんだったら。 ご自由にどうぞ。ヒカキン、前澤優作と共に BTS の衣装を落札。はい、ヒカキンとお金配りおじさんがチャリティーオークションで BTS の MV の衣装を1370万円で落札したそうです。ねえ、どの衣装アイドルの衣装いや、b l o o d Sweat and Tears?Ya.Spring d a y y a r u n y w e r e Bulletproof Part 2? ちげえよ、ダイナマイトの衣装だよ。ああ。 衣装の使い道決まってるかわからないですけど、ぜひヒカキンと前澤さんでダイナマイトの PV を再現してほしいですね。<laughs> 期待してます。メグウィン9メンバー集合の同窓会発表も一人ぼっちの開催に。メグウィンがかつてのメグウィン TV メンバー10人を集めて16周年記念ライブイベントみたいなのをやることを動画で発表しました。マジでその動画は現在非公開でございます。<laughs> なんと、ミスターメグウィンはメンバーから オッケーが出る前に動画を出したそうです。それないわ。実際はどうなのかわからないんですけど、多分誰もオッケーしなかったから中止にしたんだと思います。本当に人望ないなーって言いたいところなんだけど、人望があっても返事が来る前に発表したらそりゃそうなるでしょう。そしてメグインは一人で16周年生放送をしました。もうシャムじゃんこれで思い出したんですけど、何年か前に YouTube のイベントかなんかで、 視聴者さんか誰かに、PDR さんの皮肉面白くて好きです。みたいなこと言われたんですけど、その人の後ろにいたメグウィンが、すかさず、それしかないじゃん。って言ってましたね。うわぁどうも、皮肉だけで、ここまで来れた男、PDR さんです。<laughs> フィッシャーズシルクロード、24時間密着。動画見ました。2倍速で。個人的なハイライトを紹介します。どっかのタイミングでね、強者しか入れない場所に一応入れました。ランディ MC の12インチシングルボックスセット。 めっちゃ欲しい。やば。鈍ってんなぁ。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん。もうなんだかんだ5時かな朝の。シルク先輩の2時間しか寝ないライフスタイルマジで憧れます。カズチャンネル、殺害予告を受ける。カズさんがディスコードと YouTube で生配信をしてる時に殺害予告を受けたそうなんですけど、おい日本一無害な YouTuber に殺害予告とは何事だ もっと殺害予告を受けるべきユーチューバーいるでしょう、ん <coughs>。じゃなくて殺害予告はダメだろうん。カズさんは被害届を出さないって言ってたんですけど、家族とかもいるんでぜひ被害届を出してほしいですね。はじめ社長、スピード違反で捕まる。ゴールド免許のはじめんが、家の前の小道で10キロオーバーをしてたら、スピード違反で止められて切符を切られたと動画で言ってました。小道で飛ばすとか怖くねいやー。 素晴らしいですね。はい暴露される前に、自ら動画で認める。賢い。さすが日本登録者ナンバーは、わ。さすが日本で登録者ナンバー 3! 天地ム、宣伝の脱毛サロンに景品表示法違反の疑い。森に入って熊に襲われて死にかけたのに、また森に入ってどうすんだよ仕方ないだろ森の中にはお金と再生数があるんだから。簡潔にまとめると、これこれが、 天天がインスタストーリーにあげた案件が怪しいと指摘し、天天の釈明が悲惨だったため、エンジョーこちらがてん,てんの例のインスタストーリー案件です。9ヶ月間0円で初期費用の不安ないし、満足するまでずっと通えるみたいです。うさんくせーそしてこちらが、その脱毛サロンのウェブサイトなんですけど、ニュー、お得、9ヶ月間0円、通い放題、と、 点々と同じことを言ってるんですけど、すごく頭の弱い人がこれを見たら、え ?9 ヶ月間無料なのってなると思いますが、実際は違います。そりゃそうだろう。ここの小文字のところに多分書いてあると思うんですけど、ちょっと見えないですけど、実際はお支払いするのを9ヶ月間引き延ばすことができますよっていう意味なんです。クレジットカード払いみたいな。そう。これって法的にどうなの結構グレーゾーンみたい。そうなんだ。でも、 C3 さんは念のためにウェブサイトをこちらに変更しました。続きまして、点々最初の謝罪動画。最初の最初のハルク映画みたいに最初の謝罪動画をなかったことにして、 新しい謝罪動画を出した。謝罪動画記録でも作りたいのか、こいつは。はい。最初の謝罪動画では、クリニックの弁護士さん曰く違法ではないということを代理店さん経由で聞いています。そりゃクリニックの弁護士なんだからそういう風に決まってんだろ。で、てんは自分の知識が足りないから今後、薬事法管理者とコスメ薬事法管理者の資格を取ると。てん薬のこととか詳しいもんね。そして、知識がないからだからこそ大人の人に頼るし、企業さんが OK って言ってたんだったら オッケーとか、かかわんないいいらこそ人任せににしたたっってうう風に思う部分もあった大人に頼る天天っていくつだっけ ?27 歳。大人じゃんうん。じゃあ天天の言い分は、私頭の悪い大人だからわかんない。なのじゃあね。素直に、お金が欲しくって何も考えずに案件を引き受けましたって言えばよかったのに。もちろん、この動画で天天はさらに、延<長>そして謝罪動画、 テイク2目をうるうるさせながらがっかりさせてごめんなさい自分が情けないです申し訳ありませんでした中学生の時から際どい案件をやってて感覚がずれててそれに気づけなかった自分にも問題があるブラーブラーブラー,ラー,ラーこれが初めての謝罪動画だったらああ反省してるねって思うけどこれもう何回目の謝罪動画なの のの間案件やんんなきゃいいのにそうだよ PDR さ56年案件やってないけど全然大丈夫だから相棒の場合はやってないんじゃなくて来てないんでしょうん仕事ください !TK を木下宮迫と YouTube 初コラボ初めて高評価が低評価を上回る木下さんおめでっちょっと待てよ前回のこともありますから一応確認しておきましょうよし 木下さんおめでとう全部宮迫のおかげで結局自分の力では達成できなかったけど、おめでとうしかも急上昇乗ってたよね。は一時期は7位ぐらいまで登ってて、今もまだ乗ってると思う。はなんで木下が急上昇ページに乗れて PDR さんが乗れねえんだよ、YouTube 様まあまあ。ね、ね、YouTube 様見て、見て、見て、見てこれで急上昇ページ乗せてくれますよね !YouTube 様ねえ、YouTube 様 PDR さんも松竹芸能に入って松竹芸能をクビになって YouTube に戻ってきたら急上昇ページ乗れますかね何言ってるんだこいつといえば PDR さんグッズ絶賛発売中ですパーカー、スウェット、スマホケースもありますので興味ある人は下のリンクから飛んでいってください PDR さんの LINE スタンプもよろしくね9メンバー集合の同窓会発表も一人ぼっちの開催 <laughs> <laughs> 皆さんは今日取り上げたニュースでどれが一番気になりましたかそしてどう思いましたかぜひ意見をお聞かせください。あと前回の動画とゴメモコチャンネルでも動画結構出してるんで、ぜひぜひチェックお願いしますでは